うわー、たまんねー。皆さんこんにちは。今日は鴨鍋を食べます。はい、やったぜ。どうしたんですかこれは。私の動画でお取り寄せをして、うん、ですっごい美味しかったからちょっと食べてほしいなと思って。めちゃくちゃ美味しそう。めちゃくちゃ美味しい。美味しい。紹介していいですか。はい、まずちょっと食べかけて申し訳ないんですけど、こちらが鴨のもも肉です。もも肉、はい、これスライスしました。こちら表面炙ってあるのが鴨のロースです。ロース、これもね、焼いてるからすごい香ばしくて美味しい。そしてこちら、いろいろネギとか生姜とか入れた、鴨のこのつみれ。つみれ知ってる？え？なんか考えて喋ってる考えて何も頭が回りません。なぜならもう腹ペコすぎていや、とにかく美味しいんです。これめんつゆとお酒で作ったお出汁。あ、だからお蕎麦みたいな。そう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 。そう、お蕎麦もあるので。うわ、最高だね。締めに蕎麦。そう、鴨蕎麦じゃん。そう、鴨蕎麦。もしあのお腹減ってたら作るか。いや、お腹減ってるに決まってるお腹減りすぎて変なテンション徐々にさ、こうアクセル踏んで最後バーン言うのやめてでは、いただきます。うわ、鴨鍋いいね。めっちゃ美味しいよ。ちなみに本編は私の動画にありますので、イエーイ、 URL 貼っときました、ぜひ値段とかね、コラボコラボ全部書いてますので。あ、もうちょっとかな。つみれももうだいぶ前に入れてるから、キクナとかつみれはいけるかも。うわ、最高。鍋、このさ、暑い季節だからこその鍋が最高よね。そうやね。暑い夏に涼しい部屋で熱々の鍋、最高。贅沢でしょう。つみれも美味しいよ。つみれいっていいですか。どうぞどうぞ。うわ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 、絶対うまいよこれ。見て、この色だけでうまいじゃん。だってもうわかる見たらわかる、うまいやつやんこれをね、ほら。あー、美味しそう。うわー、たまんねー。美味しいよ。表面皮炙ってあるから。これは最高ですよ。では、いただきます。鴨ロースいただきます。美味しいでしょ。うめえうまい。柔らかいでしょ。ロース柔らかいね。うん、あ、美味しいわ。柔らかいけど噛み応えもあって、うん、上品な味する。うん、鴨ね、好きなんですよ。うん、美味しいよね、鴨って。なんか鴨って結構あの脂乗ってるじゃん、うん、このね、なんかこってり感がありつつも、でもなんか淡白な、なんていう不思議な鴨肉、うん、鴨肉のベーコンとか好きなんだね。鴨肉って味がさ、すごい濃いから、もうなんか食べてる感ある、うん、グッと、うん、つみれいった。つみれいって。つみれやばい、やばい。バッ、手でこねて。自信作、自信作。ネギと生姜入れて。いただきます。うわっ美味しいでしょ、これ。うまっ、うまっでしょ。鴨つみれうまっ。そうなんですよ。うん、うん、すごいジューシー。うん、もう肉汁が溢れてくるでしょ。うん、うわ、最高ですね。これなんですよ。これはね、食べてほしくて。あ、ビール飲みてコーラですね。うん、普段我が家ではね、基本糖質ゼロのビールを飲んでるんですけど、うん、ちょっと買ってないのでコーラで
これはビールやね。ビールも美味しい。日本酒も合いそう。これさ、そばもいいけどおじやもいいね。あーそう、鴨の脂がこうブワーッと溶け出してるさ、油のさ、鍋にさ、米がさ、ボンプシャンプシャンパンプシャンピチャピチャピチャ。何最後。いや、バタフライ、米が最初の方はこう泳いでたけど、うん、だんだん体に染み込んできて、うん、溺れちゃうっていう。バッドエンドや。蕎麦やけどね、今日。いや、蕎麦もいいよ。蕎麦じゃあ湯がいといていい？最高。あ、お願いします。あー、最高だ。もう幸せだ。これさきちゃんのチャンネルで値段とかも言ってんの、この鴨鍋の。うん、全部言ってる。なんかセットなの、鴨鍋。そう、全部セット。お取り寄せ？お取り寄せ。へぇ。お肉だけやけど、ロースとモモとつみれで2,500円。え？安いでしょ。安くない？そうやね。あ、このネギとかは自分で買って。そうそうそう。え、この量で2,500円？そうやね。めちゃくちゃ大量にあるじゃん。びっくりした。え、だってさきちゃんも食べたんじゃない？食べた。食べてこの値段？そう。あ、この値段ってか、食べてこの量。だから大人で 3,4 人前はいけると思う。すげえ。ちゃんと美味しいでしょう。うん、うまっ、うまっ。はい、そばが湯がき上がりました。鴨そば作ろうぜ。やば。あー、いった。うわ、もうこんなん絶対うまいじゃん。こんだけさ、鴨の脂が浮いててさ、絶対うまいよ。うわー、最高だよこれ。うわ、黄金色に輝いて、うまそう。よし、すすろう。はい、よそったるわ。ありがとう。実は自分のチャンネルではそばはやってないんです。え、締めにリオナルチャンネルってか。ネギも入れておきます。あ、ありがとう。あ、カモが、カモ先取っちゃったの。俺のやつからつみれを。つみれとカモ、カモ入れましょう。うい、うカモそばですよ。うわ、ミニカモそばや。ミニカモそば、ミニカモそばです。うわ、美味しそう。最高やな。最高やで。いただきます。やば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 です。やばです。あー、おいしい。うん、うどんか悩んだけど、そばでよかったかも。鴨はそばですよ。うどんも絶対うまいけど。うん、そう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 、うまっ。ちょっと一足早い年越しそばやね。うん。いや、今年もいい年だったな。うん。うん。あっと、まるわ。うん。うまいの。おいしい。これ私、いろんなお取り寄せしてきたけど、だいぶ上位。菓子が遊んでる。頑張って、一人で遊んでる。うまっ。うん、最高です。はい、まだまだあるからね。うん、ちょっともうこれ以上はただ同じものを食べるだけなので。ここで終わります。うん、うまっ。この動画が良かったらグッドボタンと、あと私の動画にもう全部ね、あの詳しい詳細を言ってますので、うん、もし気になる方はあのリンクも私のところに貼ってますのでね、買ってみてはいかがでしょうか。うん、ちょっと送料がね別なので、クール宅急便やからちょっとだけ高くなるんですけども、うまっ、もう納得の味やと思います。すごい、ちゃんと言いますね。はい、案件じゃないですよこれ。案件じゃない。案件が来た。
たらいいなと思ってるけど。確かに案件が来たらいいですね。タダで食べれるもんな。タダでね。ガンガン紹介しますよ、そんなの。ねえ、お願いします。さよなら。さよなら。